ZB それはステレオトークと陰謀論知らないろし知りたいなら聞きないよ KZB in the house tonight 伝わることへの知らずに鮮やかな声を浴びた期待と希望を抱いた風を聞いた。はい、というわけでね、お久しぶりでございますよってことでね、ロドトゥ MJ シャープチューンだなってことでね、このラジオは何かと言いますと、私神奈川武史と申しまして、大阪でね、音楽作家をしてたり構成作家をしてたりね、それ作家チームをやっている兼業作家や言うてますけどね、そんな私神奈川武史が作家界の、三浦淳を目指すべくねやっておりますラジオでございますね。いや、というわけでね、今日はね、今はね2019年8月16日11月、11時19分なんですけどね、この後僕はすぐにねちょっとねとある仕事に行かないといけないのでねちょっとこう、なんていうんですかね、駆け足気味でね、走って、喋っていこうかなと思っておりますけどね。まあね、ここ最近何をしてましたかと言いますとね、我々がね、やってるサッカーチームが、フリーグ、まあ公式戦ですね、そっちの方が始まりましたので、そっちの方の試合したりとか、なんやしたりとか、まあそれに伴いこのチャンネルでもね、そっちに寄ったこともね、いろいろ発信していたんですけどね、まあちょうど1ヶ月ぐらいちょっと空くということで、公式戦ね、次の、第3節まではね、あってきますので、まあその間ね、まあ、通常営業しようかなとか言ってるところで、あれですよね、まあ今日のテーマは、この、監督って難しいよねっつう話なんですよね。まあね、最近でもね、J リーグで、今ね、話題になっておりますよ。ベルマーレのね、湘南の、張奇瑞監督にパワーハラスメントの疑いがあるとして J リーグが調査に乗り出すと、ね、その中で、一部のコーチやチームスタッフや選手に対して数年にわたり人格を否定するような暴言や精神的に追い込むような指導を繰り返していた、そういうことがありましたと。今季も試合後の控室でミスをした選手を激しい口調で攻めスパイクを蹴り飛ばすなどの行為があったというと、それでもビビってもって練習もよう行きまへんわいう人がおったと。その原因についてクラブ側からチームの選手たちへの、説明はなかったよっていうのがあったりとかね、あとはなんか練習中膝が痛いって言ってた選手がいて、そのままね、練習をさして、十字靭帯損傷しちゃったとかね、滑りにくいポイントのスパイクをね履いても滑ってんじゃねえかよと、この言うてスパイクポン蹴ったみたいな先の話でございますけど、まあこれこういう問題がねこう出た時に、果たしてあなたはそして僕は何を考えるのだろうというところでございますよね。例えばねこういう、なんじゃニュースというかの時にこのコメントみたいなのがね結構ついてたりするじゃないですか、ヤフーとか言ったらね。でまあそういうのとかではやっぱりこの時代が時代なんやからとかね、パワハラはあかんみたいな、人を責めるようなこと言ったらあかんみたいな、なんかそういう意見がなんとなく多いような気もします。中にはね、いやプロなんやから別にええやんけみたいなところもあるんですけどもね、この辺がね、これふと考えてたんですよ。このいつから、あ、僕別にパワハラとかそういうの推奨派でもなんでもないんですけど、どっちか言ったら僕それの少ない方やと思うのよ。監督やってももっと逆に情熱的であれよって思われてるかもわかんないですけど、まあその辺は置いてるとして、どの辺ぐらいからこのね世間がそういうところに対してこう過敏になったというか、パワハラ潔癖症になったかみたいな、僕のイメージですよ、イメージというか僕の感覚で言ったら、桜の宮高校のあれは何部やったかな、バスケット部かな、で体罰があってその生徒さんが自殺しちゃったみたいな話がありましたよね。これは2012年なので、まあ7年ぐらい前ですよね。この辺ぐらいからあれなんとなくね、その昭和まあ戦後を終え、まあ、ひょっとしたら戦中戦前もそうやったかもわかんないんですけど、家での
教育とかにも体罰とかは結構当たり前に用いられてたと思うんですよね。例えば僕なんて83年生まれですけども、小学校の時塾に通っておりまして、能力開発センター、これね、あの別に名前言ってもいいと思うのは、この情報自体が能力開発センターっていう塾が世に出してることなのでいいんですけど、僕らの時代はね、何かこう小テストをすると、あ、これ塾ですよ、あの勉強の塾ね、小テストをして、50点満点で合格点がまあ30点やとしましょう。そしたら25点やった場合、その点数5点足りないじゃないですか。なんかこの5発分先生から思いっきりビンタされるっていう今考えたらさすがになっていうのはあるんですけど、まあ、そういうところでこう育ってしまってる以上、その何か目標に達成できへんかった時は体罰というか、これは桜の宮高校の体罰のことを肯定してるわけじゃないんですけど、なんとなくそういうのが当たり前にあったと。ちなみに今能力開発センターは、塾に入るときに、足りん分ビンタにしますか、それ以外にしますかみたいな、なんかこうイージーコースとあのビギナーコースみたいな、なんかそういうの選べるみたいなんですけど、難しい版とかね、まあまあ、まあ、そういうのもあって、そういうところで育っているので、そのそうね、2000年超えてもまだそういう風潮って残ってたと思うんですよ。もちろんそのなんとかハラスメントって言葉、まあ多分セクハラっていう言葉が最初に来たイメージがあるんですけど、セクハラっていう言葉をこう浸透して、例えばミノモンタセクハラやそれとかね、まあそんなになんか問題になったりとか、なんか偉い人が偉す、その権力を使って何かすることがなんとかハラスメントみたいなイメージがあって、体罰とか、まあ、体罰じゃなくてもね、あの言葉で追い込むっていうのもこう、パワハラスメントだみたいなんで、まあ、なんとなくこう世間がこうなってきたっていうところもあるとは思うんですけど、それでもね、これね、聞いてらっしゃる方で、例えば結構強い部活をやってた方、なんか県大会とか当たり前に行くような、そういうところではそこそこ未だにあると思うんですよね。まあ、具体的にどんなんかって言ったら、例えば、練習試合で負けたらグラウンド10周とかって、こうパワハラ体罰に今やったら当たるような気はするんですよ。なのでそれもそうやろとか、あとはほら1年生はボール拾いで声出しだけとか、あのもパワハラな気もしません。なんかアマチュアスポーツ界にはまあ未だにいっぱいあると思うんですよ。特にあの団体競技やったら試合に出れる人と出れない人がこう明確に決まっちゃうの、出てくるので、例えばそれが、例えばまあベルマーレの話ね、これも調査中なのでね、どこまでほんまかは分かんないですけど、分かんないというか、その真相は分からないですけども、例えばね、試合に出れなかった選手は、まあこうプロでもアマチュアでもごっちゃにしてなんですけど、不公平やっていうかも分かんないじゃないですか。俺も出たいみたいな、俺も出る、まあその何か試合に出場するっていうことはある程度こう責任を負うと、要するにこれはバッシングされようが、プロやったらね、特にバッシングされようが、給料減ろうが、クビになろうが、まあでも試合に出て評価を得ないと、得続けないと、食えない世界なの で晩年控えの選手はパワハラなのかって言われたら、その人がどう思ってるかっていうだけの話になってしまうんで、なかなかね、こう難しいですよね。例えばこのね、スパイク、ね、ピッチが滑りやすい時やってるんですよね。そのスパイクでもお前滑っとるやんけっつってスパイクを蹴ると。これは、パワハラなのかと、鼓舞してる感じなのか、パワハラなのか、情熱的なのか、暴力的なのか。こうやってやっぱりね、多分ね、レギュラーでずっと出てる人と、控えでずっとおる人とかで、例えばね、こう、とか外国人とかで、捉え方が全然違うと思うんですよ。だからそういう、どういう点かね、多角的な意見が出やすいような状況下で起きたことに対して、なんというか、いや、そんなん時代遅れや、とか、っていうのって、あんまりね、通用しないような気もするんですよね、そういう意見自体がね。なぜなら、それは時代遅れなのかもしれんけど、じゃあ今の時代どうなってんのかって言ったら、今の時代もそうなってるから、むしろ時代を表してるだけやと思うんですよね。じゃあそういう
いわゆるパワハラに近いようなことが全くないチームがむっちゃ強いか言われたら、そんなことは分かんないじゃないですか。パワハラがあるチームが弱い、パワハラがないチームが強いやったら、多分監督も誰もパワハラしないんですよね。なぜならこの結果を残さないとダメやからね。まあそういったところもあるのでね、なかなか難しいなぁなんてね思っておりますよ。ちなみにね、パワハラ、パワーハラスメントとはっていう、ね、定義がね、なんかネットに書いてありますよ。まあ、職場の、パワーハラスメントね。これは職場内での優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的肉体的に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を言うと。じゃあここなんですね。職場内で、あのサッカーの話ですよ。職場内、まあ、これチーム内にしましょうよ。での優位性、これね難しいんですかね。監督の方が偉いんですけど、別に監督も選手と同じような契約なんで、契約上多分対等なんですよ。その代わりあの背負う、リスクが違うと。要はね、監督はその20人30人分の人生を、まあ、1年契約やったら1年間、まあ、預かるようなもんですよね。だからね、あの昔の、監督っていうか、野球の監督とかはね、レンタル移籍ちゃうわ、あの途中で移籍させたりとかね。なぜなら、お前にも家族がおんねんから、ここったらもうクビになるから、クビになる前にどっか移籍させたるわとか言ってね、星野監督やったかな、なんかそのことも言ってましたよ。そういうのもあるとなんですけども、監督自体も同じような立場であるというふうに契約上は言えると思うんですよね。まあでもね、描いてるのはまあ違うと思うんですけど、例えば人格指定してたらダメやと思うんですよ。人格否定とは何かって、まあ、人格というかその業務に関係ないことね。サッカーだったらこれ滑ってるとか、例えば、まあ、滑った円形っていうスパイクの話もそうやし、まあこういう話もおそらくあるであろうってなったら、フォワードなんやからお前点決めろやとか、決めへんかったらお前交代さすぞとか、サイドバックもっと走れよとか、そういうのあるじゃないですか。これって業務に関する、なんというか、どういう点かね、職場内での優位性を背景に業務に対する指示を出していると。言葉は汚くはなるけどもっていうところなんですけど、だからそれがね、そこを超えて、お前ブサイクやなとか、お前ハゲてんなとか、お前分からんけど姫路出身やからあかんねんみたいな、こういうことを言ってたら今の時代ご時世じゃないよとは思うんですけども、果たしてね、張貴司さんはねそこまで言ってたのかどうなのかっていうところでございますよね。僕らのチームでもねあるんですよ。試合中に、試合中ってやっぱね、ピッチ内の人だって声を荒げるじゃないですか。いやそこちゃんと行けよとか、いやお前が戻らん、誰が戻んねんとか、いやお前点決めろよとかね、キーパー行ったらいやマークつけ言うたやろとか、いろいろあるわけですよ。でこういうのって業務、まあ試合を業務としたら、業務に関することだけやったら僕は別に口が悪くなろうが何しようが全然いいとは思うんですけど、そこにこのその人を否定するような何かね、お前中卒やからあかんねんとかね、僕ですよね最近もう鼻毛がほとんど白髪やないかみたいなねもう困っておるんですよ本当にまあそういうのがね入ってきたら、ちょっとね、いやお前それは全然ちゃうことを言ってるぞっていう話なんですよ。でプラスね、これをね言われた方も傷つく人もおれば、気にしない人もいるし、言い返す人もね中にはいると思うんですよ。で、まあ、言い返すとかが多分建設的でいいんですけど、みんながみんなそういうこともできなかったりもするんであろうということはね、チームやっててね、ひしひしとね伝わっておりますね。背中で語るみたいなやつもおるしね。なのでこの辺はなんというか、ちょっと分かりづらいところではあるんですけども、ね、これライズアップ側からのリークじゃないかとか、いろんなことも言われてますよね、張貴司さんに関しては。まあだからね、そこをねどういうふうに、ここをね問題化しちゃったことが僕はある程度ちょっと問題なんかなとは思うんですよね。例えばね、政治家とか、まあ、芸能人とかでもそうですよ。まあっていうか、そのパワハラ問題になったらね、その吉本興業のこともありますし、他にもねいろいろありますよ。ジャニーズのこととかね、バーニングのこととか、まあ、こんなん言ってたらね仕事上絶対あかんねんけどね僕まあいろいろあると思うんですよね。恩事教恩青年ね、いろいろございますなんですけど、このやっぱりほら僕らってああいうのを娯楽として見てるじゃないですか、スポーツとかね。なので
汚いところはあんま見たくなかったりもするんですよ。僕は見たいんですけど、普通に見てたらその自分が行ってる会社とか学校で起きてる問題が娯楽の世界にも起きてると思ったらなんか冷めちゃうっていう人が多分結構いるので、となったらこれをね、その公表してどうのこうのとかするっていうのも、まあ、やり方としては他にもあったんじゃないかなとは思いますけどね。これってね、長期図さんにはこうちょっとパワハラ監督みたいな、ね、日大内田監督みたいな、そんなイメージがね、なんか一緒になってなっちゃうと思うんですよ。別にね、相手を怪我させろって指示したわけでもないし、現状ね、そういう話も出てきてませんし、だからその辺をね、これはもうただの社会現象がサッカーで起きてて、それが世に出てるってだけなんですけども、ただそれをそれじゃダメだってこう単に批判するっていうのもおかしいし、いやパワハラはパワハラというかそのくらいはええやろっていうのもまあまあおかしいというか、ね、両極端ではあるんで、このね極端な意見をこうええ感じにね混ぜていかないとって感じでございますよね。そうそう言いますよね、自由と平等はね、あの全然別なもんなんですね。自由っていうのは格差が生まれるし、平等っていうのはまあ格差がなくなるとね。この辺がね、共和党と民主党の差やとかね言いますよね、あの向こうアメリカのね。だから自由で平等なチームなんかないからねあのそんな言葉がないからね、自由で平等っていうのは。だからね、その辺をねちょっとね噛み締めながらこのニュース見てますよということで、今週のテーマ募集しておりますだよということでね、社会人サッカーでの難しさ、揺れるベルマーレなど監督業の大変さを痛感しておりますということで、そこで今週のテーマはこんな監督は嫌だと、本当にいた監督、素晴らしい、勝った監督、いいな、いたら おったらええなっていう監督などを教えてくださいということで、さあ、お二人、いやー、これは、金原大輝さん、大輝さん、金原でええんかな、金原でええんかな、こう神奈川もね、よく金川って言われたりとかね、いろいろある。その方から、自分の部活の監督がリーグ戦の試合中、相手選手が、自チームの選手近くで勝手に転んだのに、ね、一人で自損で転んだのに。それなのに、自チーム、こっちのチームのファールを取られたとき、何がだよと大声で審判に向かって叫び出し、相手チームの選手にも笑われて負けたのですが、自分も思わず笑ってしまいましたという。これも難しいねんな、監督にね抗議するっていうのも、監督ちゃうわ、審判に。例えばそれでね、ガンガン言ったら心象が悪なってレフリングが向こう寄りになるみたいなのもね、僕らのレベルじゃねマジであると思うんですよ。例えばそれ僕が審判しててもあると思うんですよ。このチームうるさいなみたいな、カード出せカードやろうとか、お前ちゃんと見てんのかとか言われたら、お前の時絶対ファール取らへんからなっていう気持ちがものすごいちょっとは芽生えてしまうのでね。まあでもそれは言い方がおもろかったんでしょうね、何かだよっつってみんな笑ってもうてんなまあね、例えばこうなったらこの何がだよって言ってたのは、まあ熱血、お茶目な熱血っていう風に捉えられたんでしょうね。これがすごい抗議して嫌やった、恥ずかしかったっていうのもあるし、いやもっと言うべきやったって、多分ねこのチーム、金原さんの、ね、チーム内にもいろんな意見はあったかもわかんないですよというと、さあ、ティシエラシューさんですかね、ちゃうわ、ティシエラさんやね、いつも読み方がわからない。MJ 待ってました。こんな監督は嫌だなってなると、高2以降の顧問ですかね。負け続けるときにめちゃくちゃ人格否定繰り返されたので、しびれを切らした親たちが、父母会が爆発しました。とはいえ、まあそういう人もいるのかなと。変だなって思ったのは、1年の時の顧問ですかね。1年生と、2年以降で変わったのね。その交代、謎じゃないけどちょっと違うんじゃみたいなのがなぜかすごく当たってました。不思議でした。逆にあのなんていうか冴えてたよね、勘がそうやね、負け続けてる時にめちゃくちゃ人格否定を繰り返された。さあそれ人格否定っていうのはどこまで行くのかね、難しい。例えばちょっと太ってる子がいたら、お前女もお菓子ばっかり食ってるから走られへんねん、これ人格否定かどうか微妙なところやね。でも走れる走れへんのこと言ってるから人格の話ではないような気もすると。ただお菓子ばっかり食ってるっていうのはほんまかどうかもわからんし、なんかイメージで言ってるだけだからそんなおかしいってなるかもしれない。難しいところやね。そう結局ね、今回のねベルマーレの件はちょっと違うんですけど、監督に対する不満、監督っていうかチームに対する不満っていうのは負けてる時にしか基本的には出ないんですよ。
勝ってる時には文句が出なくて、負けてる時には文句が出る。ただ監督がやってることは多分ほとんど変わんないんだよ。つまり負けたっていうことを、うん、こいつのせいやってことにしたくなる。まあ言ったら背負いきれなくなった時に一番それをぶつけられるのが監督であるっていう構図だとは思うんですよ。勝ってる時にね、いやお前またお前おはぎばっかり食べてあれやけど今日は何とか頑張ったな言われたらえへへで済むけど、お前そんなもんばっか食ってるからあかんねん言われたら、うわーきついわーってなるかもわかんないよね。まあそしてね、その監督とかもね、勝ってたら機嫌いいし負けたら機嫌悪なるなんだ、その人間なんでね、当たり前っちゃ当たり前、難しいな。でもな、その部活の場合はそれが先生である時の方が多いと思うんですよ。ただ部活以外は先生でも先輩でも友達でも親でもないことの方が多いので、だからちょっとドライな人が多いんですよね、周り見てたら。まあそこで言ったら J リーグの特集とかの DVD とかね、ベルマレの DVD とか見たら長期生さんはもっと近い感じではあるんですよ。ただでもね、これもね、危険な、危険というかね、僕が思う危険さなんですけど、その近い監督、家族のような監督っていう人はやっぱり外部の人にはそこまで優しくないというか、その共有してる時間が少ないんで、昔からいる人らとの方が当然仲良くなるじゃないですか。そしたら外部の人らはなんかここでごちゃごちゃ、なんていうの、子さんだけでこのチームやってるんかなみたいなことを、ね、思ったりするんかなっていうのを、吉本を見ながら思ってますね。ね、そのいわゆる大崎さん、ダウンタウン派閥みたいなのあるじゃないですか。そこじゃない人らからしたら俺ら損してんちゃうかなとか思ったりもするんじゃないかなみたいなところがちょっとあるので、まあこれもね、まあ、言っちゃえば前の前やってたラジオの時からも言ってますけど、そこも含めてサッカーであるありチーム力だと思うんですよね。なのでピッチの中だけのことをサッカーやと思ってる人らにとってはすごくこの不潔な話やと思います。こういう人間関係がドロドロしてるとか、いや、あのなんていうかね、アイドルがトイレ行かへんみたいな風にスポーツのことを思ってらっしゃる方にとっては非常にあの必要じゃない情報な気もしますね。ただ僕の場合はそこも含めて、まあもっと言ったらその周りの家族の働いてるバイトしてるところとか行ってる学校全部広げていった抽象度をぐっと上げたコミュニティ、まあ日本やったら日本ね、大阪やったら大阪、アジアやったらアジア、地球やったら地球みたいな感じ、これ全てサッカーと呼べるんじゃないであろうか。まあ逆と言えますよね。まあ逆やね、この社会の中にサッカーがあるので、サッカーを内包した概念っていうのが上位概念であるんじゃないかなと。なのでサッカーだけ独立させて考えてたら、なんか変なパラドックスっていうか負のサイクルに陥りやすいんじゃねえかななんてことをね思っておりましたよ。ということで、さあね、三浦淳先生はね YouTube チャンネルでねふざけた歌ばっかり出しておりますが、あのね、僕はもうなぜかこんな今日はねパワーハラスメントについて語らせていただきましたよ。ということで、この後はね、私は、大阪の朝日生命ホールというところにね行きまして、なんかディレクター、音響ディレクターみたいなことをねやってきますので、みんなお盆やけど頑張って、台風もね大阪は過ぎましたけど、それ以外のね地域の方でね困ってる方もいらっしゃるかもわかんないですけど、そういうところもね助け合いで何とか行きましょうと言われて、皆さん良い週末なんかでございました。